moving fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the...皆さんこんにちは、こんにちは、サンディックンです。今回は超便利な5つの方法を紹介していきたいと思いますね。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタロです。というわけでね、5つのね、まあ、便利な方法を紹介していきます。まず照準なんですけれども、まずね、これストーリーの状態からオートエイム、フリーエイムとね、まあ、大きく分けて2つのセッションに分かれます。オートエイムというのはね、ガチガチにね、相手を狙った時に胸とかをね、狙います。で、フリーエイムってのは基本ね、照準がいかない状態ですね。この2つにね、分かれます。そしてね、このオンラインからですね、フレンド合流は単純にフレンドさんにランダムにね、参加できます。そしてクルーメンバー合流はクルーに所属していれば、どっかしらクルーメンバーと勝手にね、参加したりとか、クルーっていうのはソーシャルクラブから加入することができます。そしてクリエイターっていうのはね、レースやデスマッチ、ラストチームアライブなどを作ることができますね。キャラクター切り替えというのは、基本的に2つのキャラクターを所有することができます。GTA オンラインをプレイします。単純にここ、一番上の GTA オンラインをプレイをすると、公開セッションに行きます。ちょっと危険でありますね。招待限定セッションというのは、招待された人のみ。だから1人でね、プレイするときはこれもいいかなと思います。クルー4セッションというのはあまり使う機能ではないと思いますね。クルー限定セッションというのは所属しているクルーだけが入れるセッションを作るということです。そしてフレンド限定セッション、これは自分のフレンドさんが後から入れるようなセッションとなり、ソロセッションというのはほとんどの機能が制限されて、これもあまり使うことないですね。では招待限定セッションでまずはね、開始するのがおすすめだと思います。初心者さんは特にね、公開セッションいきなりとか行かない方がいいですね。それらについてのね、注意点は以前に初心者講座出してるので、説明欄からね、ちょっとね、参考にしてみてください。というわけでコミュニティの参加方法です。現時点で1万4000人以上いる日本最大級の放置ジョブのコミュニティです。これはね、非グリッチでお金と RP を稼ぐことができます。PS メニューからコミュニティでパパテラ放置ジョブ2019という風に検索すると大体出てきますね。その他にもフレンドさんを探すね、コミュニティもあります。パパテラフレンドコミュニティ、これはミッションとか強盗メンバーとかカーミーティングとかね、フリッチのね、フレンドさんが必要な時にね、こういうところで探したり仲間を探すことができます。よかったらね、参加してみてください。またこの放置ジョブコミュニティはまず参加をします。参加をするとね、このコミュニティウォールというところで書き込みをできるようになります。なるべくね、丁寧な言葉遣いをね、使った方が相手にもね、気持ちよく、それが伝わると思いますので、なるべく丁寧な言葉を使ってね、うまくやり取りをしてください。それからね、ただいまプレイ中っていうね、ところが見れます。これは直近100名のね、プレイヤーを表示することで、いつでもこの人のね、参加をして、照準の違いなど、そういった部分に使うことができます。まずはプロフィール、オン・オフの、設定方法、切り替え方法です。プロフィールからオンライン、オフラインってあります。これオンにすることで、フレンドさんが途中からね、入ってこれるんですね。それからアクティビティ GTA オンライン。現在ではあまり使うことはね、ほとんどないかと思うんですけど、車両購入などをして自分のプロフィールのアクティビティに GTA オンラインっていうのをね、載せます。これ今中国語表記になってバグってますけど、この画面で使うときは一番下の欄を丸で選択するというふうになりますね。これどうやって残すかというと、オンライン表示のときに自分で安い車または無料の車、エレジ、RH8 などを購入します。購入してちょっと経ってから自分のね、プロフィールをね、再読み込みしてください。これ読み込みね、前のね、状態を読み込んでいると反映されてなかったりするので、一度自分のプロフィール完全に戻ってから、確認してみるっていうのがいいかなと思いますね。そしてこのプロフィール、 PS ボタン素早く2回押すとその画面に戻ったり、また PS ボタン素早く2回押すとゲーム画面に戻れます。これがアクティビティ GTA オンラインです。そしてプロフィール更新するときは×をして自分のね、プロフィール一番前まで戻ってみます。そしてもう一度アクティビティなどを読み込んでみます。そうすると
たった今っていう風にね更新されました。これを使うときはこのボタンを丸押してから一番下の欄にカーソルを合わせます。そしてここをね丸押して次のね注意画面とかが出たら×っていう風に使います。現時点ではねあまり使うことがないんですけど、一応覚えておくっていう感じで、素早く PS ボタン2回押すと PS メニューに素早く戻れて、また PS ボタン素早く押すとゲーム画面に戻れる。まあこういった感じで、素早い操作をすることができますね。まあ一応ね覚えておくといいかもしれないですね。では金色くるくる出すという方法、これねどういうことかというと、スタイル変更や車両購入などをすると画面右下に金色のくるくるが出ます。これが出ると GTA オンラインプレイ中のデータをセーブすることができます。これセーブかけないと、自動でセーブもかかるんですけど、意図的にかけないといけない時っていうが時が稀にあります。そういう時のために自分でね金色くるくる出してくださいってよく解説出すんですけど、これはスタイル変更などをして画面右下に金色くるくる出すということですね。では次の方法です。照準違いの人を確認する方法。まずねクリエイター行った方がいいですね。クリエイターからオプションを押して、そこで照準とかのね設定、操作設定でまず自由照準っていうのをやってみます。これあんまりプレイしてる人が少ない、照準のセッションになりますね。こっからねコミュニティで放置ジョブコミュニティとかでもいいので、ただいまプレイ中という人をね読み込んでみます。一番上の方だとセッション移動をね激しくしている可能性あるので、ある程度下の方15分とか20分とかのプレイしている人にまず参加をしてみます。まず参加、試しに丸って押します。そうすると読み込み始まります。そしてね警告を丸、ここで注意画面が出れば×です。しかしこのように警告を丸押した状態でセッション移動してしまうということは、相手が照準が同じ自由照準だったということになるので、もう一度ね自分で照準を変えるか、または参加する相手をねこのように変えます。そうすることで照準違いというのをうまく利用することができます。で今度参加する相手を変えてみます。まずセッションについて自由照準います。ここで違う照準だろうという人に参加、警告を丸、注意画面が出たら×です。これでね照準違いというのを使えます。ではこれを利用してジョブトリガーからワープする方法、非表示オプションからジョブを表示カスタムとかに切り替えます。オプションをしてマップから飛びたい場所のジョブトリガーを四角丸で開始します。稀にこのようにね、ジョブが開始できない場合はもう一度アクセスしてください。そしてジョブトリガーを四角丸で開始します。単純にワープするときはこう素早くやってもいいんですけど、まあ、ホストしますかと出たらホストするにしてください。単純なワープのときっていうのはどういうことかというと、ただの移動だけですね。そういうときはねロビーが見えたぐらいでね、違う照準に参加、警告を丸、注意を×でもいいんですけど、複製の手順とかでねバグってる状態の移動はここゆっくりやってください。必ず背景落ち着いてから違う照準に参加、警告を丸、注意を×、ここゆっくりやることでバグっている状態、車両複製などをしている状態っていうのは急いでねワープするとこう固まってしまったりとかする可能性は結構ありますので、ここはゆっくりやった方がいいです。というわけで、まあ、照準違いの参加方法でした。それ以外のね、まあ、便利な、ものいろいろね紹介していきたいと思います。他の方法で、例えばですねクリエイターに行って、フレンドさんに参加をするという方法です。フレンドさんに参加ってどうやってやるんだろうと、まずフレンドさん登録、まあ依頼とかして許可されていればお互いね、フレンドセッションとかにいれば行き来できるようになります。例えばなんですけど、パパテラがライブでよく使う DJPPTR というアカウントが、フレンドさんになったとします。でその人ね、検索します。そしてその相手がね、フレンド限定セッションとか公開セッションとかにいれば自由に参加することができるんですね。この人のプロフィールを開きます。
そしてね、この概要っていうところで、ただいまプレイ中というところを押して、これから参加っていうのをしていきます。まあ、このままね、ただ参加する方法も、解説できるんですけど、このついでにね、放置ジョブで、こうやってね、例えば DJPPTR が、ホストしますと。そういう時にね、参加する方法もついでに解説します。まず招待限定セッションとかに自分で行きます。そしてね、必ずパッシブモード有効にしてください。有効にしてからこの状態で PS ボタンを押して DJPPTR というアカウントに参加する場合はプロフィールを開きます。そして概要からここのただいまプレイ中を押して参加というのを押します。ここで参加で丸々で飛べれば OK です。例えばこのようにパーティーがありません、参加できませんとなったら、相手がセッション移動している可能性あるので、もう一度プロフィール読み込み直してください。読み込み直すのはバツバツって押して、もう一回ね、その人のプロフィール大きく開きます。そして概要から参加っていう風に押していきますね。で、ここで丸参加。で、これでまた注意画面とか出ても、参加したい相手であれば、丸丸って押して参加をしてください。これでね、ライブやっている DJPPTR のアカウントに参加したり、まあ普段のねフレンドさんに参加したりっていう感じで、まあやり方を解説、初心者さん講座ということで、解説しました。まあ、夏になってねかなり初心者さん増えてると思いますので、よかったらね参考にしてみてくださいね。